で今回あの狩野さんのえご自身の話もいいでですすかかああるんですか、あのー、これ僕番組とかでも言ってなくてまあこれあのー、たまたまスケジュールがバンバって忙しくてであのー、その日。 なんか寝てない寝てない寝てないが続いてある日に新幹線で東京駅から名古屋まで行かなきゃいけないんですそれが6時台の新幹線でも,もう疲れてるし眠いしなみたいな感じでもうちょっとやる気もっていうかその活力もなくて、うん、その時にあ,あそうだあ,あ眠いっていうことを写真と自分自撮りしてあの SNS 載せて。はい でちょっと目にクマなんかもできててね赤,、うん、赤くね真っ赤に腫れちゃってて「あ眠い」って写真撮ってそのツイッターとかに載せてそのフォロワーの方に「頑張ってね」とか「応援してますよ」とか「イベント楽しみにしてます」とかそういうお声を頂い,いて活力にしようとありがたいですもんね。ありがたいファンの方々の声あ,ありがたいんで,でそれやろうと思って写真撮ってツイッターに載せたんです、うん、そしたら、あのー、もう東京駅出て、えー、品川過ぎて。 でがまんみたいなぐらいの時にポン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 と結構ねコメントがどん,どんどん増えてくんですよ。<laughs> であれいつも別にそんな 1, 1個ツイートしても102030とかぐらいが40506070みたいな増えてくんですよ。<laughs> なんでだろうなぁと思って喫煙所行ってちょっとそのコメント見てみゆっくり見てみようと思って見たらえ おかかしくないですかこの写真みたいなことを<え>フォロワーが言うんですよ。コメントがくるわけですね。はい、その写真が、えー、ちょっといついか見ていただいて本当に自分の顔のアップでで目にこう目を晴らしながら「あー眠い」みたいな感じで「今日も仕事頑張ってきます」っていうような何気ない写真、ね、何気ない写真なんですけどこちらちょっと見てもらっていいですかすすませんいいいですか、はい、なんかかはなわわりますう なんかでこれをちょっと分かりやすくした写真がこれなんですけど。ですよね、はい、あの最初右の耳かなと思ったのが、うん、あ,あ違う違うと思ったらなんか、ね、指,な指がその日朝6時の新幹線って言いますよねあのー、誰もいなかったんですよ。で 誰もいなくてでありがたくグリーン車に乗させていただいたっていうのもあって誰もいなくて「あー眠い」ってったらなんかね子供のような手がこっからこうビヨッと伸びて顔をつかもうとしてるで耳かなって僕思ったんですよマスクしてたからマスクでよじれた耳かなと思ってもそんなよじれ方しないですよね。これ指で,すねで後ろにもちろん人もいないしこれ何なんだろうっていう。 で新幹線でゆっくり寝ようかなと思ったら名古屋までなんかもう怖くて寝れなくてと、うん、<laughs> いう写真もちょっとあのお渡しするんで載せてくださいありがとうございます、はい、いや不思議ですね不思議あと1個だけ確認したいんですけ、はい、いいですかあの写真載せる時に、うん、これアプリで補正みたいなやつやつってアプリじゃなくてあの写真撮ってから加工です <laughs> <laughs> 明るくしますあの明るくして飛ばしますあの見えたくないところいやそうですよねアイドルの方とかモデルさんがやられるのよく知ってるんですけどお笑いの方でこれやってはい僕ゴリゴリにやりますあのーごめんなさいそこ正直めちゃめちゃ怖くてすげえ肌綺麗だなぁと思う じゃ、すみません、いや、全然,全然はい、はい、まあ、かまさんっぽいなと思って、はいます。すみません、ありがとうございます。